立花道説、立花道説、と時関連、立花道説、べっきやきつらは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、文後の戦国大名、大友氏の家臣、薄木明蘇家や吉弘官リーラと共に、大友家の三宿老に数えられた。大友義明、大友義重の二代に仕えた大友家の縮小で、北九州各地を転戦し、 その勇猛は諸国に知られて恐れられた。本人は、立花生を名乗っておらず、と時間鶴又は、つつ同説で通している。英正十年、1513年3月17日、大友家の一族である、文後国王の軍、大野宗、大野郷、藤北、大分県文後王野市大野町の、鎧岳上主、突如親家の次男として生まれる。最近、生誕地は、 県民の森四つ辻峠付近の柳が大、大野町、高野麻城裏と改名された。病名は八万丸。長兄は創生したため着難として育てられる。幼くして母を失い、父も病床にあったために代わりにママ母、父の5歳で、薄木秋田族の姉によって育てられた。元服前の14歳の時、病弱な父に、 馬が父上の名城として出陣いたすと自ら志願し、武功の老臣三人の補佐をつけて、二千人の兵を授けられて威人した。この時は、大内領の武前馬武城、現在の福岡県行橋市を攻め、八幡丸は、金の敷機を振って奮戦し、兵力で三千ほど増る大内軍に勝利して、凱旋した。その直後の大英六年、千五百二十六年、父、 親家の死に伴い、原服して、筒木氏の家督を相続し、近森、近角を名乗った。家督相続後は、大友義明に仕え、後にその変記を賜って関連に解明する。その後、天文四年、1535年8月22日、肥後菊池氏などの肥後国人の反乱の際には、肥後国に出陣して車返しの戦いで、融合奮戦し、乱を鎮圧した。 天文15年、1546年の秋月文書の一度目の無本の時には、大友義明の命令を受け、佐伯これのり、薄木明則、吉弘管理など、大友諸将と共に、筑前古書山城へ出陣、この乱も鎮圧した。天文19年、1550年2月、大友義明が、着難、吉重を廃着にし、三乱塩島丸を、 後継者としようとしたことから、反発した吉重派の家臣、田口倶楽度助と、つくみみまさ守が吉明を襲撃するという二回、法の変が、発生、数日後に吉明は変で受けた傷が元になって死去する。この際、関連は吉重を支持し、彼の家督相続に力を尽くした。また、関連は二回崩れの変の直後に、阿蘇氏を頼って、 日後国に蓄典した塩一丸派の入れた新成を追悼する。そして7月13から8月に、日後に、菊池義武を討伐し、熊本城を攻め落とした。天文22年、1553年、41歳となった関連は、伊伯帝、勘方の子、沈殿を養子に迎え、筒木氏の家督を譲って隠居している。しかし、天文23年、 1554年には、相良氏への護送の最中に、菊池義武を、文語直入軍で、自害させる夜工事2年。1556年5月には、小原官元、本城新左衛門上等綱、中村新兵長次家、名は、重信とも、各木神を門見枝が無本を起こす、聖師対立事件に対して、これらを、肥後、文語で討伐するなど、 前線での活動から知り添いた形跡はない。以後も、大友氏の重心として活躍し、特に、筑前や武前の信仰を起とする毛利氏との構想に力を費やしている。工事三年、五百五十七年には、毛利元成と通じた秋月文史を自害に追い込み、同年に義重の異母帝、大内義長が元成に打たれると、旧大内領の確保にも努めたほか、永六3年、 1560年8月16日から19日、筑前の豪族宗方指定に対して、この宮山次郎、白山城、津田が岩木に数度の侵攻や英六年間には、無前に出陣して、たびたび、大里、柳ヶ浦、松山城や河原竹城、文字城などの地で、毛利元成の軍勢と戦っている文字城の戦い。こうした功績から同年に吉重の補佐役である、 下半州に認じられている。また、A65 年、1562年、吉重が啓発したのに倣って、自身も啓発し、林白剣同説と合している。同説を中心とする大友勢と毛利氏との戦いは、A66 年、1563年、室町幕府第十三代将軍、足利義輝の仲介により、一度大友氏と毛利氏の、 間で休戦が成立するまで続いており、またこの休戦の際は総林に対して七箇条に及ぶ断固反対の立場を貫いている。a 六0年、1567年1月、かつて同説が打った秋月文衆の子、秋月種種が、毛利氏の援助を得て密かに、区全国に入り、秋月氏最高の兵を起こした。この種種の動きに、大友氏の重心、 高橋昭氏が6月に入って、筑前法満城、岩屋城によってこうし、さらに、筑後国州、筑紫広角も、反旗を翻した。こうした動きに対して7月7日、総林は同説に命じて、高橋氏、秋月氏討伐を開始することになる。同説は出陣すると、法満城を攻略し、法満城、旧礼の戦い、薄木明即は、岩屋城を攻め落とし、 また斉藤茂曽が、筑紫広角を降伏させるなど、有利に戦いを進めた。しかし、8月に入って、高橋氏の法満城に、抑えの兵を残し、秋月氏討伐を起としたものの、秋月勢の頑強な抵抗を受け、8月14日の、雨水、長谷山の戦い、宇竜野の戦いともで、自ら陣頭に立って立ち振るい、良き武者七人を切り倒し、 牙で敵陣に乗り込んで戦ったほか、毛利軍が区全国に上陸したとの風文で、大友軍が区後国に退陣して待機する際、9月3日の朝から4日未明に発生した旧末の戦いでは、種種が先に同説の陣を強襲したが、これを事前に察知していた同説は、兵を吉満の地に伏せあらかじめ鳥の旗を立てた空の陣に種種をおびき出し撃退した。そして、 種ザの野衆を予見して、兵の鎧を脱がせず、馬の鞍も下ろさず、鉄砲の火側に火をつけて待った。間もなく、種ザは、同説の予見通り、再び大友軍の薄木観測と、義弘管理を野衆して、同打ちを発生させた。同説は冷静にこれに対処し、薄木、義弘軍を収容した後に撤退を指揮したが、叔父突如親久し、伊誉帝のと時間かたいとのと時間比。 関方と関比は同じ関係の名があった、樹縮府、突如屋、しげ、つつき近宗や普代家臣の十字、これただ、湯部井聖、綿抜き吉連とより奇襲の小野明美幸、小野人口の父、三池親高など数人を失った。こうした大友方の苦戦を目の当たりにした、畜前国襲からは9月以降、原田高種や胸方指定などの離反者が相次ぐことになった。 特に、畜全国の大友方の重要拠点である立花山城主、立花秋都氏が、毛利元の調略に応じて、反家を翻したことで立花山次郎が、毛利法の手に落ち、非全国の竜蔵寺高伸も、大友氏との対決姿勢を強め、畜前戦線は崩壊の危機に立たされた。同説は、こうした危機的な状況の中、立花山次郎を奪還することで選挙区を、肯定させようとし、 A61 年、1568年の4月24日から、立花山次郎を包囲し、3ヶ月にわたる工場戦の結果、7月4日に、立花山外下で激戦。そして、同説が、立花片野の大門大部を跳約して、ついに23日、立花山次郎は陥落、立花秋都市が自害した。その後、同日に、高橋明氏との海、河内の戦い。 8月2日の毛利軍の清水宗とも、高橋家臣、江戸尾張上、原田親氏の連合軍との立花山城下での戦い。8月5日に原田高種、ね、親主夫氏や原田下秀との第一次世松原の戦いなど、たびたびの激戦の末に、地区全国の藩王とも勢力を一掃する。8月19日、孤立を深めた秋月氏、胸形氏、白石氏、長野氏、千住氏、 麻生氏は降伏している。これにより、筑前戦線は、昇降状態となって、11月25日、筑後赤市城に入った同説は、大友軍のために中止した、文中女明豊の娘、西姫と結婚する。A62 年、1569年1月、大友軍5万は、竜像寺高信の討伐に転身、吉弘管理や同説は、 高信の降伏を拒絶し、3月23日に、神崎軍防戦の後、江上武志主の勢い副事情を攻め落とし、4月6日に、吉弘管理も多伏せ口の戦いで、龍造寺軍を撃破したが、4月15日に高信の要請により、立花山次郎を奪還すべく吉川元春、小早川隆景率いる毛利勢が畜前に来襲したため、月日に、同説が、 被後国の城親扶養使者として、竜造寺高信との際を成立させ、大友軍は5月5日に博多に集結し、翌日には同節は田尻監守と共に、たた浜の戦いの前哨戦で、自ら槍を下げ敵を打ち取った。5月13日、両軍はたた川辺の松原にて4回交戦して、大友勢の苦戦は続くことになる。日に発生した最大の合戦では、 同説自ら陣頭に立って、先に鉄砲800丁を2体に蹴られ、自分が発案した、早ゴミ、早いとも言う。一発分の火薬を詰めた竹筒の束を、鉄砲隊の肩にかけさせる工夫を用いて2段、射撃して、あとは槍隊を繰り出して突進。続いて自分が引いて、騎馬隊は馬を乗り出し敵の中へ縦横に取って、 マーリケル、長岡狩という掛け合い戦法で毛利方の主力である小早川勢を撃破したが、その後21日26日なども大小合わせて18回の合戦に及んだ。うるう5月3日に立花山城の兵糧が突きかけていたのため、城にいる大友方の首相たちは、大友総林の同意を得て会場、毛利軍が了した、この戦況になっても、 両軍の戦線は到着することになった。こうした中、主君、宗林は、吉岡長蔵の検索を入れ、大内一族である、大内照広を、巣王国に送り込んで、大内司祭公を図らせた。大内九神を救護した照広は、毛利法の巣王における、重要拠点である高根城を貸し、大内照広の乱、また山中公正が、天腰債公のため、 天子勝久を報じて、沖国より、出雲国へ進行したことにより、毛利氏は戦線を維持できなくなり、11月になって撤退し、10年以上にわたった毛利氏と大友氏の、筑前争奪戦はようやく終わりを告げた。元気元年、1570年、再び、竜蔵寺高信討伐のため今山合戦にも、従軍し、4月23日、佐賀城を包囲する間に、小瀬、 若宮の戦いで、龍蔵寺高信、鍋島直重と交戦した。この戦で記録上、初めて同説は腰に乗って戦っている。こうして同説は、大友方の首相として、戦い抜いた功績により、元気2年、1571年、筑前国主五代に就任して、立花家の名席を継承し、立花山城主となっている。なお、この時から節は、 畜前の軍権を握ることになり、下半州を辞任している。その後、岩屋、宝万城主の高橋昌雲など大友の畜前を、上将、同節昌雲とわしが城主、大鶴鎮西、創雲、荒平城主、小田部鎮元、昌室、麹竹城主戦後に、薄木鎮族、木付官民と共に、畜前において、数年間、秋月種種、畜子広角、 原田高種、ね、原田明菜大鶴沈聖の子あるいは王子、竜蔵寺高信、胸形師弟、麻生元茂、杉連奈門中女明景など、畜前、畜後、非前諸勢力に対して、数々の戦を繰り返した。その戦いの一覧は、以下の通りである。天正三年、1575年、僧林の命令で、筒木氏の家督を継いでいたおい、沈殿の子、 当連に、立花氏の家督を譲るように迫られたが、同説は拒絶して、重臣の蜘蛛や造事を養子に迎えようとした。しかし、増事が養子となることを辞退したため、同説はただ一人の学娘である、千代に家督を譲り、立花山上司としている。天正九年、1581年、同じ大友氏の一族、家臣であり、同説と同じく、高橋氏の名跡を継いでいた。 高橋昌雲の子、唐ト虎トを、婿養子に迎え、家督を譲っている。天正六年、1578年、大友総林は、島津市討伐を起とし始める。同説はこの方針に反対していたが、総林は、日向信仰を強行した。この際、同説は従軍していなかった。この日向信仰により発生した、耳川の戦いで、大友勢は、 大敗を喫し、総林の参謀役であった、住熊石衆や、重臣の吉弘重信、斉藤重曽根、佐益木惚則、滝田陣、衆など、多数の有力部署を失っている。これにより、大友家の勢力は大いに衰えることになった。この大敗を知った際、同説は、総林とその着手の大友義宗、そしてこの合戦を指揮した重臣を通列に批判した。以後、 大友氏は、島津氏に対して主政に回ることになる。この不利な情勢下で同説は、家臣の離反が相次ぐ大友氏に忠誠を尽くし、高橋昌雲と共に、島津氏と戦い続けることになった。天正七年、1579年には、宗方氏、麻生氏、原田氏の反乱を鎮圧した。天正八年、1580年には、 文後南軍衆の裏切りを憂慮して旧過剰の激文を出している。天正八年1580年秋、龍造寺市の筑前遠征が始まり、大友方の荒平次郎が攻め落とされる。同説の居城立花城攻めが計画される中、筑紫広角の仲介により同説は龍造寺市と和睦する。筑前十五軍を二つに分け、東北六軍を大友領。 西南九軍を龍造寺領と定めた別資料では、大友方城、立花岩屋方万の城付を除いて、すべて龍造寺領と定められたともある。天正十二年、1584年の沖田縄手の戦いで龍造寺高信が討ち死にしたことにより、島津方の圧力が強まる中、同説は高橋正雲や、旧毛観光と共に、筑後を守るべく戦っていた。 3月、文後国の大友軍は、黒木家長の地区を根工場を攻撃したが、白型の奮戦や龍造寺型の援軍を前に、戦線は膠着した。8月18日、同節と将軍は、大友吉宗の出兵要請を受け、両家合わせて、およそ5000の兵で出陣し、勇ましい強行軍の体制で筑後川や道路が、未整備の高取山、美濃連山の後方やつづ折織など、 山県南所を越え、鉄砲隊で埋伏していた秋月、筑市、草の星野連合軍を蹴散らし、ただ一日で、畜前から畜後まで十五里、約六十キロの皇程を走って、8月19日、猫城の市場、小蒙城下に到着した。同説は早速上昇、椿原支部を調約し、24日に小蒙城は、開城し、さらに、川崎十高の犬王城を攻め落とし、 28日には、城島城、坂見、江ノ木図、カイツを相当して、ついに9月1日に、猫お城を落城させた。9月8日、河内鎮郡の山下城や谷川城、編春城、金松城、山崎城、田尻干渉の高尾城など、筑後諸城を降伏、降落した。竜像寺破れの柳川城は、九州有数の難攻の水城であり、その市場、 百武県県の妻、縁久山が陳述するかば、船津、百武城も同じ水路が入り組み、沼地が自然の要害となっていて、さすがの同説、正雲も攻略の進展ができなかった。そのため、10月3日には、筑後甲羅山座す、丹波領館の進めもあって、甲羅山に引き上げ、軍勢を転じて、久留米城、安武城、西牟田城、吉木城を攻め落とした。 10月4日、両軍は草の静長の星新竹城を侵攻し、10月28日には、神営義公の計り事で、全道寺の戦いに数人の重心を失った。後、星の吉見の高取城、福丸城、そして11月14日に、門中助行順の井上城を攻めた。その際、文後大友軍の総大将、田原親家は、両将の先行をそねみ、 さらに年の暮れが迫っていたので、文語に引き上げた。残された、同節、小雲屋、旧毛観甲、死がお山村もらは、甲羅山を中心に筑後川に沿った柳坂から、北野に布陣したまま、年の声を迎える。天正十三年、1585年2月上旬から4月23日まで、龍蔵寺聖夜、龍蔵寺家春、鍋島直重、後藤家信、 筑紫広角、畑地下市、草野静長、星野義美、秋月種種、門中所明家、白石義房、長野種信など、非前、筑前、筑後、武前連合軍およそ三万余の大軍と小森屋、十三部、義、園原など、総じて、筒川合戦や久留米合戦で、数々の激戦があったが、同説と、昭雲、漢、 甲羅大友軍は9800の劣勢ながら、いずれも見事で、兵法、戦術や兵器、人形を活用して、敵対軍を打ち破った。6月、柳川城前務の最中に同説は、甲羅山の陣中にて病を得た。甲羅大社、現在の福岡県久留米市で、病気兵誘の祈願が行われ、行動を共にしていた、高橋将軍も、必死に看病した。 しかし、同説は9月11日に病死した。去年73、時生は、に、心を引くなよ、の、のに、世はなりぬとも。10月28日に、大友義宗が同説の妻に与えた書状は、同説を痛むとともに、生前の中説を検証し、かつその皇室を慰めたものである。同説の留守を預かってその広報支援を続けた。 永年の苦労をねぎらったものとして意義深いと言える。同説の法号の由来は、道に落ちた雪は消えるまで場所を変えない。武士も一度仕組を得たならば、死ぬまで不死を曲げず、尽くし抜くのが武士の本懐であるというものである。このため、現在、同説は義に厚い武人として評価されている。名称原稿録によると、英敏行有類を絶死。 死を育み民を恵み、その恩恵は細かなところまで行き届く。真の仁義の勇士とは関連、同説のようなもののことを言うのだろう。真に、武士の手本と、すべ者である。竜造寺隆信からも、武を好み、文を親しむ東大切手の了承であった。絵が、得意そうで、同説が自ら描く、菅原道真の画像を、 家臣の小野聖光に送ったものが現存している。また、花を植える趣味がある。畜後在人中の同説が、小蛛屋蔵寺に宛てた手紙で、秘蔵のお花の種を渡しとくから花壇に植えといてね。去年は植えすぎたから気をつけてという内容があった。天正十二年、家臣の小蛛屋蔵寺に宛てた書状で、高野山清安院という日尻の処遇について意見を述べており、 こうした遍歴する人々の語る情報がいかに危ういかを見抜いていた。確かな情報はなかなか得られないが、怪しげな情報は決して信じてはならない。これが乱世を生き抜く術だと書き残したのである。同説の武勇は誉れ高く、その噂を聞いた、海国の武田信玄が対面したいと希望したという逸話もある。また、 信玄の枕屏風に同説と家臣の言これのブラと共に諸国勇士の名が記されてあった。永6万年五百五十八年第一次文字城の戦いで小早川隆景率いる毛利軍と戦った際、同説は将兵の中から弓が得意な兵を八百人選抜した。そして毛利軍との戦いの際、毛利兵に雨あられと矢を追い込ませたが、この際に嫌に、 マらせセ突撃放棄士と主記させていた。これを目にした毛利兵は、次第に恐怖感、焦燥感を募らせ、毛利軍は撤退に追い込まれたという。同説は、孫子兵法の、既成相生を引用して、家臣の遊部維新と、小野鎮公を招いて曰く、軍勢を用いるには、まず先方を定め、遊部の勢いと共に来、性の変化をさせるがよい。お前たち両名が変わる。 変わる気、性の章となって、自分を干させよ。およそ戦というものは消防をもって引き分けとし、気法をもって勝ちとする。それで、消防を行うものは、江川のように枯れることがなく、気法をよく行うものは天地にように無給である。ゆえに、気、性両法を用いるものは戦って勝たないということが、ない。それで、今日から両名には、性、気の戦法を取ってもらいたい。 今日おもんみしんが、西軍の将であるなら、信仰が奇軍の将となり、明日はそれを変えるというようにせよ。副将には、小蛛や象子、メタヒシゲヒサをそれぞれ当てよう。と、立花家の戦は常に奇襲と成功法を連携して、九州において上昇腐敗と伝わっている。こうして、毛利軍との戦いで勝利を重ねた同説は、毛利氏への攻防を焦点にしている。 軍器物である陰徳大兵器で、同説は、大友家に肩をひぶる者なきのみか、隣国にも、またる一生騎士大将にて、地望、行都主権達し、権を砕き、利を破り、規制応変に過ちなくと称賛されている。現代語にするなら、同説はいかなる状況でも的確な判断を行い、臨機応変に対処できる、戦国屈指の名称だと褒めたいたているのである。 そして、戦歴は、大戦37回、商戦104回、その中に、軍事葬式は、主君、大友総麟であった状況を除いて、自ら総大将となった戦いはほぼ無敗の戦績であり、軍神として褒め称えられた。ある時、大友総麟が凶暴な猿を手元に置き、これが、歌詞に飛びかかるのが面白くて何度もけしかけたことがあった。 毎日のように迷惑をかけられた家臣はヘキ,ヘキし、大変困り果てた。これを聞いた同説は、他の家臣と同じように、ソウの前へ出向いた。案の定、ソウが猿をけしかけてきたので、同説はこれを鉄線で叩き殺してしまった。驚くソウに、人をもて遊べば、徳を失い、物をもて遊べば、志を失うと還元したので、ソウは大変反省した。 現在の大分し鶴崎に、無形民族文化財の鶴崎踊りがあるが、この踊りの起源は、同説である。僧侶が出家をする前の吉重と呼ばれた、若い頃、酒と女に溺れて、国政を顧みず、中金のものを称さずに罪あるものを罰そうとさえ、しなかった。同説は、危機感を持ち、僧侶に配慮を申し出たが、僧侶は同説が還元しに来たと悟って、 会おうとしなかった。そこで同説は、京都から美人の踊り子を呼んで昼も夜も構わずに、自分の屋敷で踊らせた。女好きの総林は、堅物の同説の行為に驚きながらも、興味を持ち、自ら、同説の屋敷にやってきた。そこで同説はようやく総林に配慮することができ、たとえ折感を受けても、主人の過ちを正すのが真たる者の,の務めである。 我が身を恐れて自分さえ良ければ他人はどうでも良いというのは卑怯である。自分の命はろほども惜しくはない。それより主人が世間の外文を失うことが無念であると述べて還元した立花同説を覚え書き、ソウはこの同説の還元を聞き入れて襟を正し、以後もソウの行状に問題があれば同説が還元して改めることが続いた。ちなみに、 連れ先踊りはこの時の踊りが大分に残ったもので、ある。大友後輩記によると、同説は若い頃、35歳に半身不随になったとされる。時期に関してはおよそ天文17年、1548年6月5日、同説が故郷の藤北で炎天下の日、大木の下で涼んで昼寝をしていたが、その時に急な夕立で雷が落ちかかった。 枕元に立てかけていた千鳥の太刀を抜き合わせ、雷を切って涼んでいったところを飛びのいた。これより、以降、同節の左足は不具になったが、有力に勝っていたので、常のもの、達者な人より優れていた。千鳥の太刀には、雷に当たった印があったため、これより雷に入れとこうするようになった、とある。しかし、一級資料の、つつき節譲り上によると、a 六五年、 五百六十二年十月十三日の、対毛利軍の柳ヶ浦の戦いに、毛利方三人の大将、霊勢元宝、赤川玄徳、赤川助門、桂元近を自ら撃ち取った、と自軍団や、九州諸将軍機などの資料によると、永6十年、五百六十七年八月十四日に、秋月氏との雨水、長谷山合戦、ルーノの戦いともと、旧末の戦いは、 自らたちを振るい、良き武者七人を切り倒し、牙で敵陣に乗り込んで戦って、敵から、軌道行きと呼ばれる。という記録もあり、浅川明木垣によると、A61 年、1568年7月4日、橘花都市討伐で、橘三外家の戦いにも、自分で槍を取って、家臣と共に奮戦した、筑前国属風土器にも、A62 年、 1569年5月18日のタタラ浜の戦いに自分で馬を乗り出し敵の中へ縦横にとって回りる。この年代の資料にも腰に乗っていたという記述はなく、若い頃に落雷によって下半身不遂になったというのが創作なのか、文献に誇張や創作があるのかなど真偽はわかっていない。こうして障害者となった同説であるが、年の際、 家臣にタゴシを担がせて、自らは腰に座り、二尺七寸、約八十二センチばかりの刀、雷切れとは別の刀、備前清光という刀であったと、鉄砲一丁、それに腕抜きをつけた長さ三尺、約一メートルの手棒を常に側に置いた。タゴシの周りには長い刀を持った百人ばかりの上司と名付けた若者が徒歩で固めていた。戦いが始まると、 その若者に腰を担がせ、敵が間近になると堤防で、田腰の縁を叩いて、自ら、縁頭、縁頭とう、と大声で温度を取り、敵人に突っ込ませた。元気元年、1570年今山合戦に、従軍し、佐賀城を包囲する4月23日に、局地戦の個性、若宮の戦いで、龍蔵寺隆信、鍋島直重と交戦した際、 戦いで初めて古に乗った記述がある。また、と次、立花家総監の資料や、筑前国属風土記によると、天正七年、1579年8月14日に、筑前大友放牧付漢術の工事竹城を、兵糧救援の帰路の際、原田氏との第三次世松原の戦いには、同説は正式的に古に乗って、特選した。 この時はおよそ66歳の老齢であった。そして、天正12年、1584年8月18日に、筑五遠征の際、腰に乗ったまま興奮していた記述がある。他人への配慮を欠かさなかったことでも知られる。常山治村では、同説の言葉として、武士に弱い者はいない。もし弱い者がいれば、その人が悪いのではなく、大将が励まさない罪による。 我が配下の武士は言うに及ばず、下部に至っても武功のない者はいない。他の家にあって遅れを取る武士があらば、我が方に来て使えるがよい。道がいるような優れ者にしてやろうとある。このような考えのもと、同説の家臣に対する逸話は非常に多い。武功のない武士がいると、うんふんが武功にはあるもの。そなたが弱いものでないことは我が身定めている。 明日の戦いに出る際、そそのかされて抜けがけなどして討ち死にしてはならぬ。それは不忠というものぞ。見よ、まっとうして、この、同説の行く末を見よ。お前たちを打ち連れているからこそ、核のように年老いても敵の真ん中に出られ、ひるんだ様子も見せないのだと言ってその武士と酒を、組み交わし、ある時は武具を与えたりもした。このように配慮を欠かさないから、 同説の敗下は次の戦いでは他に遅れまいとして、勇み、その武者ぶりがいいと、あの者を見よ。この、同説の睨んだ目に狂いはなかったと周囲にも、わかるように称賛、激励した。このため子卒は、同説のために命を惜しまずに働いた。ある合戦で同説の軍は苦戦した。そのため、我を、敵の中に担ぎ入れよ。命が欲しければ、その後で逃げよ。 と同説が下示した。しかし、家臣たちは、日頃の道行きへの感謝から、そのようなことをせずに奮起し、敵に対して何度も槍を交えて、ついに追い返したという。客を招いての酒の席で部下が粗相をした際、今、私の部下が失礼をしたがこの者は、戦場では何人分もの働きをする。特に槍の扱いなどは、当家一であろうと客に話し部下に恥をかかせなかった。 他にもある家臣が同説の次女に密通して問題になったが、肝心の同説は若いのだから当たり前だ。色恋に迷ったからといって中殺するには及ばぬ。人の上に立って君と仰がれる者が、ちょっとしたことで人を殺せば、人は君に背く元となる。国の王法を犯したのとは違うと述べて笑った。この言葉を聞いた家臣は、後に同説を守りながら戦死したと伝わる。 重臣であった、小蛛や蔵氏は、恩賞として、同説の隣に墓所を置き、死後も、同説の傍らにあることを望んで許されていた。関ヶ原の戦いの戦後処理として、立花氏の海役に伴い、黒が家臣となった、蔵氏ではあったが、この許しを得ていたことを生涯忘れず、死後に同説と同じく、梅竹寺に葬られた。軍律に関しては、非常に厳しく、 年の畜後遠征の際、畜前河原先で、竜造寺氏と対陣中に越年することになった時、一部の家臣が無断で陣地を離れて我が家へ戻ったことを知った。同説は、直ちに追っ手を差し向け、その時追っ手に家へ帰った家臣のみならず、その親をも殺すよう命じた。家老たちが、親までも殺すことはないだろうと勇めても、大事な戦場の持ち場から逃げ帰ってくる子を追い返さない限り、 その親も同罪だと言って取り合わなかったという。ふとじ、れん、雪の入っている人物は同説、関連から返記を賜った人物である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。